第一次、小泉内閣は、衆議院議員、自由民主党総裁の小泉純一郎が、第87代内閣総理大臣に任命され、2001年4月26日から2002年9月30日まで、続いた日本の内閣である。自由民主党、公明党、保守党を与党とする、自公保連立政権である。2001年自由民主党総裁選挙の結果を受けて、 発足した。同じ森派である森内閣からの再任が多く見られた。内閣官房長官の福田康夫が続投財務大臣は小泉首相にとっては派閥の先輩にあたる塩川正十郎を当て経済財政政策担当大臣に経済教授の竹中平蔵を起用した。幹事長は小泉首相の名優山崎拓が起用された。一方で、江藤 亀井派の平沼武雄を政調会長に一本釣りしようとしたが、これに会長の江藤高美と亀井静香が強く反発し、経産省への再任となった。また、平沼の代わりに起用された麻生太郎は一躍対等することとなった。総裁選で小泉応援団となった田中牧子を外相に起用した。小泉首相はさらに森山真由美を法相。 文部官僚の東山敦子を文部科学省に抜擢。連立を組む保守党の大義影国土交通省川口純子環境省に再任された。女性閣僚は歴代最多の5人に上った。田中は外務省幹部や鈴木宗男衆院議運委員長との対立などから国会審議を混乱させたとして、小泉首相は2002年1月29日に田中を更迭した。 小泉首相が兼務した後に環境省であった川口純子を横滑りさせた。一方、総裁選で敗れた橋本龍太郎元首相が率いる最大派閥、橋本派からの入閣は総務省に片山虎之助、国家公安委員長に村井人氏の二人。加藤派からは中谷元が防衛庁長官、行革規制改革担当省に 石原信明が初入閣を果たした。2001年4月26日任命。2001年4月26日任命。2001年5月1日任命。途中退任した宮地厚労副大臣の後任は、欠員のまま置かれなかった。祖格11日後の2001年5月7日任命。途中退任した水野外務政務官の後任は、欠員のまま置かれなかった。 ありがとうございます。